では行きましょう、続いては、重賞ですね、はい、サウジアラビアロイヤルカップと重賞です、はい、はい、芝の 1600m の2歳の G3 と、はい、はい、行きましょうか。まずこれは、はい、ミチュアルで買ってきた馬、まあ、前インフィナイトが前走、不良馬場を、解消しているわけじゃないですか。なのでこの馬が一番人気になるっていうのは納得がいきますね、はいはいはい、やっぱ前走その不良をこなしてるっていうのはもうキャリア一戦しかなくて不良を買ってきてるっていうのは今回同じ不良で戦う中でもうミチュアルが分からない馬たちがいっぱいおる中で未経験の馬たちがいっぱいいる中でまあこの一番人気は納得がいくし、あとレースっぷりも前走と本当一緒で後位から直線抜けてきて前走と同じこの馬のパフォーマンスはしたと思うんですよ。ただそれを上回るごっついやつが一歩だったところですよ。これステラベローチェってまずね初戦ね前行って勝ってるじゃないですか。それがね今回抑えて、まあ、これはねもうほんまにこのノリさんマジックっていうかレース前全然わからんすよ。横山のりさんはやっぱりそれしますよね。急に前行ったり急に追い込んだりとか、うん、我々に本当全くわからないことをしますよね、うん、なのですげえファインプレーも見せてくれるけどすげえ凡走もしますよ ね、 そうですね。だから馬券的な付き合いっていうのは本当難しいジョッキーだと思いますけど、うん、まあ、今回は本当鮮やかでしたよね。ただレース後のコメントがこれもまた印象的で、はい、飛びが綺麗なのでこの馬場はプラスでない感じというのが出てるね、はいはい、でもその後に能力そのものが違っていた感じがありますっていうのはこれはすごいコメントやなと、ね、はいはい、うん、だいぶ言いましたね。いやすごいコメントやなと思いますね。でただここ2走の時計ってめっちゃ遅いじゃないですか、うん、まあまあ馬場が悪いからなんですけど前走にしてもやや重で、阪神戦六を1分36秒4でしか走ってない。で今回は不良で1分39秒6やと、はいはい、まあ、なので時計面がどこまで詰めることができるかっていうのは今後のポイントにはなります。そうですね、うん、ただまあ、0.5 もうね、ぶっ刺して 0.5 秒ちぎってすごい強い勝ち方やってるよね。まあ、これも迫力ありましたもんね。あった飛んできたみたいな感じで、うんうんうん、まあね、あと、まあ、キングストーンボーイかな、うん、あと触れるならね、ただねキングストーンボーイはね前走、まあ、確かに首差のわずかな新勝やったけどただレース勝ちっぷりはまあ確かに余裕はあったよね、はい、ただ前走のレースルメール騎手のレース後のコメントで距離伸びていいんちゃうかみたいなコメントが出てたから、はい、今回マイル使うのってまずその戦前にそれを思ってたんですよ、はいはいはい、うん、でまあ実際やっぱババもあったっていうのはもちろん確かやけど、うん、ちょっとね俺はそのなんで戦力出てきたんかなっていうのはレース前には不安に思ってました。はいはいはい、うん、藤沢厩舎使い分けですかね、うん、どうなんですかね、うん、まあ藤沢厩舎は東京競馬場好きやからそうですね東京に使いたかったのは分かるけどまあまあねえ、うん、他にレースないからね、まあ、言ってもねまだねあんまね、うんうん、ディープは8に入ってもほんと一緒そうですね、はい、そうです、うん、のりさんの三つ割りユーレスコメント、まあ、ね、まあ分かんないですそれはまあとりあえずでも分かとりあえず信じてみましょう、うん、そんなとこですかね、はい、まあ、あと初戦あのキングかピンクカメハメハか、まあ、新馬戦の勝ちっぷりはなかなか良かったけどその後2戦がまあ花切る、まあ、スピードを見せながら大敗してますけど、はい、うん、これやっぱ、まあ、もうレース後のコメントでももう飛びが綺麗で、まあ、この馬にはババが悪すぎたっていうコメント出てるんで、うん、まあ、正直ここ3戦全部が重い芝なんですよ、うん、なので軽い芝でこのスピードを生かしたときどういう競馬するかっていうのは見たいですよね。スイープ当初の、ね、うん、巨大ですもんね、うん、スイープ当初の17歳したとかでそんなんすごいわ、うん、ね、うん、まさ当初ですよね、うん、OK